こんにちは。以前ダイソーのコーヒーフィルターで簡易マスクを作りました。子供用も作りました。これを利用して布のマスクを大中小と作ってみました。それではこれから先ほどの布マスクの型紙を作っていきたいと思います。ですね、このコーヒーフィルター、ダイソーのコーヒーフィルター、2杯から4杯用なんですけれども、これを以前はそのまま使ったのですが、布でするときに上下が同じカーブの方がいいと思いまして、このように半分に折りますと、フィルターはこちらのサイズ、下の方っていうか、どっちが上か下か分かりませんが、サイズが違うんです。半分に折っていただいて、この余分な部分をカットしていきます。このままこれを型紙として使ってもいいのですが、私はこのような、まあこちらはレトルトの紙というんですか、包装のあれでちょっとしっかりしたやつを作って、そのまま生地に書きやすいようにしていこうと思います。でいろいろ作ったのですが、ここのカーブをちょっと端っこの方を少しこのように丸くする方が仕上がりが綺麗でしたので、ちょっとだけカットします。そしてそうですね、取れるようなこのような感じで、そのままカーブを で、こういう丸いところとかありますので、角角を印をつけましたら、あとは定規で線を引いていきます。こういう感じで、作っていきます。そして、ここの底のところなんですけれども、ここのとこから縫い代といいますか、最後三つ折りにして仕上げますので、2センチほど伸ばしてください。でこれがこの大きさのマスクの型紙となります。
結構ガタガタなんですが、ハサミで感じで大きいサイズの型紙ができます。そして少し小さい子供用はここの線を、この部分ですね、このくらい小さくしたらできますので、ここをカットして、子供用、小学校、そうですね、5、6年生ぐらいまでのこの型紙はこれでいけると思いますので、同じように、紙で型紙、硬い紙で型紙を取ると布で印をつけるときにつけやすいと思います。これがこちらの型紙になって、これがこちらの型紙になります。もう少し伸ばして三つ折りするんですけれども、こういう形でできます。あと、もう一つちっちゃく折って、園児のこのサイズも、こうやって、3パターン作っていきたいと思います。